こういう人が世界の美女100人みたいなのに乗るべき。冷蔵庫が困惑してるのくさ。これはぜぜひひで思考しれ。思考、これは二度見するほど美人。幼少期から勝ち組、エッチなグーフィー。あひょわー。美人だけどそれに加えて可愛さもあるのすげーな。全世界対応型美人。これバーガーショップでバイト中に勝手に撮影されて怒ってた子か。この子も相変わらず可愛いな。おい、エッチな大き将軍。しこここここ、嫉妬も湧かないくらい完璧すぎる美貌やな。この世に平等というものは存在しないということと、生まれた時にある程度人生が決まるんだなと思う動画ですね。あちらの女は30過ぎると安子になって、40過ぎるとマツコやで。ムホホムホホムクホーク。日韓中のアイドルが束になってもかなわない。全てにおいて諦めを感じ、もはやそれはモチベーション、お手本ともならず、ただただ私に現実を突きつけ、圧倒的さを見せつけた。一回でいいからこういう子に好かれたかった。これは一軍のホモサピエンス。ブラボー。